ため情報番組オールナイトテラコ。はい、お待たせしました。2部が始まりました。結構謎なことがあって、曲を ループしてたみたいな感じでお届けしてたんですけど、気づきましたでしょうかね。はい、2部なんですけれども、私とディオールが、写真というか、その私がですね、ディレクターさんに画像をバーンと送って、これについて語るよっていうことで、前半は馬娘、後半は競馬じゃないや競馬また競馬会議だすいません、嘘です。ポーカーに絡んだことをまあ話していこうかなって思ってますが、がです、いつもの通りババン、トレイルフレッシュってか、この部屋の中寒いっすなんかなんだ、北極か南極か、私はペンギンかみたいな感じのなんか寒さになってて、まあ先週くらいまではね、なんか空調が壊れてとか言ってたんだけど、あれぐらいがちょうどいいかもしれないねなんかちょっと寒いなっていう気がします。まあなんだ、飛沫対策、はい、飛沫ってなんだっけ。名古屋で食べるやつです。それなんだっけ、よくわかんないんだけど、パクパクパク飛沫、なんかこうね、お茶を入れてとか、うん、なんだろう、ウイローかな、ウイローにお茶入れません。あ、そうですか。暇つぶし、ひつまぶしみたいな、ろくでなしうん、まあいいやということでですね、皆様からのコメント拾っていきます、ハッシュタグはオールナイトテラコですね、こちらの方でコメントいただければ、適当に拾って適当に喋って適当に流すんで、よろしくお願いします。夜明けさん、ぜひマジック・ザ・ギャザリン の, 整理をしながらですね、この番組を聞いていただければと思うんですけれども、はい、参加型です。基本的にはね、この番組は参加型です。ハッシュタグオールナイトテラコでつぶやいていただくと、ありがとうございます。あれも切りました、ありがとうございます。これで今度熱いとか言い出すんでしょはい、ということでですね、福林から、原子さんお疲れ様でした、 K プロポーカー部でも頑張ってくださいというコメントいただきました、ありがとうございます。 K プロポーカー部まだ1回しか活動してないよね。まあいいやまあでも門真様とは個人的に LINE のやり取りはさせてもらっています。またなんかなんか部員のそのなんていうのかな、スケジュールを調整してハザイにお邪魔しますっていうようなご連絡をいただいてますので、うんうん、まあ、そんなに遠くない近い将来、またケープロの皆さんと一緒にポーカーをすることができるんじゃないかなと思います。だけどさ、今話すのはポーカーじゃなくてさ、ウマ娘の話よね。え、私もこのなんか曲流しながらさ、テッ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 
ちゃ育ててて URL の予選に今突破したところでって、やっとなんかトップスターまで行ったなって、これ多分勝てばレジェンドいけるなとかそういう計算をしてて、あれもしかしたらこれあのネス姉ちゃん途中で挫折してるけど、うん、A ランク行くかな、いやでもななんかあの根性とスタミナな根性とさ、あともう一個賢さ、うん、相変わらずさなんかあのすごいやっと低いんだよね、うん、いやー A は難しいな。うん、なんかこの間なんか誰だったかな、まあなんか馬娘でつながってるポーカープレイヤーの仲間がいて、うんうん、A プラス出たって話を聞いたらもうまあ4人ぐらいかなっているんかいって話してていや多分ねこれあれですよ、あのスキルの方のなんだろうレベルを上げないと、うん、多分 A プラスは出ないです。あ、なんかあのスミさんがですね、今頃になってダビスタの作者の馬バランスオブゲームほかって、ああいた。で変な場面最近だとスモモモモモモモとか、はい。やだね。これ多分実況流せでしょ。普通にね。うん、ありがとうございます。あの聞いていただいて、馬娘の話をしたいと思いますんで、ディレクターさんすいません、私が送った画像をちょっとだけ見せていただければと思います。はい、やっとゴールドシップがあのねこれが長かった、うん、本当になかなかゴルシーがね A ランク出なくて、うん、でも結構育ててたんでしょ。んゴルシーは、ゴルシーはね頑張って、あの、うん、なんでかっていうとゴルシーがなかなか育てられなかった理由の一つとして、やっぱそのフレンドのさ、あのフレンドのレンタル馬娘、うん、で、あのタイガがねゴルシーをあのなんていうのかな、いつもこういやなんであの設定してるのね、うん、であれ結
構使わせてもらってたんですよ今まで、うんうん、あのタイガーのゴルシュはかなり使っていて、うんうん、何かというとスタミナ63とか出るの、うん、まあそういう意味ではあのシベンリーのスーパークイック63とまた、うん、あのイーブンで、あのシベンリーの方が、まあ、P プラスでタイガーの、そのゴルシュの方が、うん、なんだ、A だから、うん、まあ、若干そのレンタル料はタイガーの方 の、 そのゴルシュの方が高いんだけど、うん、でもなんかどうもスキルなのか、そのやっぱ追い込み の、 その後ろから、うん、まあ、追い込みはいないんだけど、うん、なんかよくわかんないけどゴルシュを使うと割とその A が出やすい、うんうんうん、なんだよな。だからでもゴルシュを育てたい時にゴルシュは使えないから、ああ確かに、これどうしたらいいんだろうって言って、うん、ああでもないこうでもないって言って、まあ、掛け合わせてやっとゴルシュを作ったんですけど、でもこれ何でゴルシュを作ったかっていうと、あの言われたんですよ、いやもうこれ絶対ゴールドシップ育てた時よって、うん、でそれも先週ぐらいの話だったんですけど、うん、今度レジェンドレースは長距離だからゴルシュがいいって言われて、ああ分かりました分かりましたっていう、でやっと A ができたので、うん、ゴールドシップをなんか A にしたんで、とりあえずレジェンドレースはゴールドシップでと、うんうん、他のは一切使ってないんですけど、うん、こんなような結果になりました、うん、ボン、はい、はい、マヤのトップガンに勝ちました、うん、でちなみにですね、あのはい、あのまあ、前のトップに勝ってました。前のトップ逃げです。ゴールドシップは追い込みです。全く真逆の感じなんですけど、で何かっていうと、そのゴールドシップがですね4コーナーカーブで、あの行っちゃ、あのなんかね先頭走ってた時は大体勝てる、うん、前のトップガンがやっぱ逃げなので、うん、あのゴールドシップがその、まあ、なんていうのかな、その後続っていうか、その先行馬であの追い込みっていうか追っかけられない、うん、前のトップガン 前を走ってるとダメなんだけど、うん、まあ、私の傾向から考えると4コーナーカーブ直線のところでトップを走ってたらゴルシュは勝てる、うん、っていう感じ。ドン見せてください、トロフィー獲得しました。やった。ちなみに私はセイムスカイプつけてました。うん、はい、なんか妬ましいよね、新しい馬バンバン引いてさもう最近新しい馬いないん で、 でなんかあと多分明日あたり多分1500またジェルが、うん、あの揃うと思うん で、 でそのピックアップガチャじゃなくてサポートガチャをあえて引こうかなと思ってます、うん、ちょっと思うことがあって、うん、やっぱサポートガチャもうそこそこなんか引いてるから、そのうまい、あなんかうまいっていうか、 そのそれなりに強いサポートカードは、まあね、自分の中手元にもあるんだけど、うん、でもやっぱなんかもうちょっとそのスキル上げていきたいっていうか、その覚醒させたいっていうのかな、うん、あのか重ねて重ねて強いサポートカードが欲しいなっていう、うん、別に新しいカードが引きたいわけじゃないのよ、うん、なんか既存のカードを重ねてなんか結構マックスにしたいなっていう思いがあって、私はほぼほぼサポート引いたいんで、サポートがめちゃくちゃ貧弱で、うん、A にほぼほぼ上がりません、うん、だからそういうことなんですよ。だから私がそこそこその A ランクの馬をその育ててるのはやっぱサポートカードなんだろうなっていうのはすごく思うし、うん、あのやったらあのふあのでなんだ経営なんだね、チームテラコ競馬部もサークル活動をちょこちょこやってて、うん、シューズもいっぱい寄付してちょこ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 寄付して、うん、この間ウィニングチケットの、なんか 2000ポイント貯めてウィニングチケットのカードを取った、うんうん、でこれで、多分、レベル45まで上げてるんだよね、うんうん、あともう一回あのまたもう一回スタートなんだけど、3000貯めれば、レベル 50、うん、そう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 、でもね多分長いんですよ、うん、1日やっぱりあのなんどんなに頑張っても、うん、なんてどんなに頑張っても100ポイントまでしか貯められないから、うんうんうん、だから3000ってやっぱり1ヶ月かかるんだよね、うん、でも1ヶ月以上かかると思う、これを貯めるのに。あとはハルララとか、うん、あのフレンドポイントか、あもうねそれとっくにもう50です、あれもあれはとっくにもう、うん、もうとっくです、とっくです、使ってないけど、だからやっぱ根性ってね使うタイミング全然ないんだよね。確かに。だからあのこの間のメジルドーベルのあなんだっけ、賢さの、ね、うん、カードも50にしって、まあ、あの期間限定であの、あの時、サポートカードで登録してましたけど、うんうん、まあ、そこそこねやっぱり50にするとそこそこ使ってもらえるんですよ、うんうんうん、だからやっぱり根性ってあんまり選んでもらえないでしょ。あの待ち金タウンなんだっけ、タウンホイツだっけ、あの、うん、なんかあなたも50かなんかで、ね、登録してると思うんだけど、うんうん、あんま使ってもらえてないよね根性ね、うん、だからじゃあ何のサポートカードがあのなんか使われるかっていうのと、私があの使ってるカードって実はね2つしかなくて、うん、あのなんかお化けさんの北さんブラックの50か、うんうんうん、最近あのなんか、池袋で知り合ったあのサルさんっていう方がいるんですけど、うんうん、あのボードゲームの世界では結構あの有名な方らしいんですけど、うんうん、このサルさんが持っているスーパークリークの45を使ってます、うん、でやっぱりそのなんか中距離から長距離を育てるのに、うん、そのサポートカードとかスタミナ系の、うん、
なんかそのスーパークリークのなんかなんていうんですかね、あの、まあ、コーナー曲がる、あのなんだっけな、ちょっとあの特殊スキルみたいなのがあるんだけど、あれがね結構使えるんだよね、うんうんうん、マエストロだっけ、あれはなんかね、セーブスカイでも僕はよく使ってます、うん、あれ結構使えるんだよね、うん、だから回復系か、なんか、なんていうのかな、その差し系かみたいな感じで、で、あれ前は結構その逃げか先行をずっと選んでたんだけど、うん、なんか最近になってからそのスキルを発動するとか、そのやっぱりその本来強い馬を育てるためには差しか、うん、まあ、ゴールドシップだけに言えば追い込みがやっぱいいんじゃないかなということで、かなりそのなんだ、なんか忠実にね、うん、その馬を育ててるつもりではあります、うん、はい、次のカードいきましょう、まあ、当然ですけど、まあ、このメジロマックイーンも殺しで買ったよっていう、うん、さっきなんだっけ、何で買ったんだっけ、僕はあれですね、今買ってたよな、そう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 、ね、ライシャワ、あ、うん、持ってない、セーブンスカイも持ってないし、ライシャワも持ってない、うん、でもゴロシもいる、ゴロシはね普通にいるんだよな、うん、うん、羨ましいな、うん、ゴロシは強いです、はいはい、育ててないですね、私はゴルシー、いやでもゴルシーは絶対育てがいがある、うんうん、はい、次行きましょう、まあ、当然トロフィー取ったよと、うん、はい、ね、あのまた無課金です、また無課金、うん、本当に無課金、馬娘に新たにルームマッチが実装されましたね、ああそうですね、なんか、うん、テラコ系バブルイベントやりましょうって、うん、なんかね、新しくできてました、全然見てない、うん、へえ、そうなんだ、はい、うん、私もあれ、なんかこんなとこあったっけみたいな、へえ、これですね、ああ、え、そうなんだ、はい、へえ、ちょっと見てみよう、うん、あ、でもね、ダメだな、今あのちょうど見てください、はい、ナイスネイチャー育ててるとか、そうか、見れない URA ファイナルズ準決勝で1着って、この時点でね、スピードが B プラ、スタミナが B、 パワーが A プラ、根性と賢さが E、 スキルが発動しませんよ、何が、あの E だと、いやだから、うん、スキルが発動しないっていうか、でもスキル結構、まあ、発動しなくてもですね、うん、テカテカ光ってるんですね、うん、まあ別にでも勝ってるんですよ、まあまあ、だって基本精度がね、そうか、うん、あのやっぱりインシーさんのところで掛け合わせてるから、そこそこ、うん、やっぱそこそこのなんかその最初からのそのスキルポイントがそのなんだっけ、能力ポイントに関してはそこそこやっぱスタートして、うん、でなんか調子がいい時はなんかあのなんていうの、最初に E がいきなりできるんだよね、うん、あの全く調教してなくてもさ、うん、まあ、でもちょっとそれ重ねすぎかなみたいな感じなんだけど、うん、あいつ言うでもスタミナとかがいいだとね、めちゃくちゃ強いですね、まあ大体パワーかスタミナのどっちかだよね、うん、うん、はい、次行きましょう、はい、達成確認忘れずに、はい、皆さんそうだと思いますけど、通算ログイン100日を達成しようしました、はい、私本当にあれですよ、あの無課金でコツコツやってますけど、うん、毎日やってますからね、うん、毎日ですよ、もうなんかあの私結構フレンドチェックしてて、何ディオール最終ログイン1日何やってないのみたいなねそういうなんかあのなんかそういうあの余計なものは結構見てます、はい、やってないでしょ、時々サボってるでしょ、 2,3 日ぐらい、いや、か毎日やってますよいやだから継続が力なんだよ、だ無課金チャレンジっていうのはそういうことなんだよ、やっぱりね、こう朝起きて、あの朝5時になるまで、だから4時とか4時半はねすごい辛いんですよ、はあ、今娘をやったって、もう5時にならないと日付が変わらないし、ログインボーナスも取れない、うん、ね、でその5時に、あの朝の5時です、朝の5時ですよ、朝の5時にリセットがかかるから、そこで初めてフレンド の, あのレンタルが使える、うん、4時半ぐらいだとね全く使えないんだよ、だからさ、自分の、まあ、もちろん自分の持ち馬で印紙さんといるけど、でもそんなのワンパターンじゃない、だどうせだったらそのなんかフレンドをね馬使いたいじゃない、だから5時まで待つんですよ、でそれでなんか、まあ、待ってると日付が変わりましたっていう風に出て、うん、あの、まあ、ログインボーナスから入ってって、うん、まあ、大体いつものルーチンでね、あのチーム戦やったりとか、あのなんでムーンライトショーとかね走ったり、レジェンド走ったりで、まあ、あのと共に一日が始まる、いや本当に本当に本当に、でサークルポイントをねあの獲得して、でまあなんだあの育成で、時々ずるいのはその育成を達成するのがめんどくさいんで、大体あの大体あの夜中に寝落ちした状態で朝5時にわざと開く
何が起こるかっていうと、でそこで、まあ、1勝でもして、育成終了すれば、それでパパッとノルマ完了なわけですよ。まあ、そういう手抜きは覚えたね。どうでもいい話だよね。まあ、ポイント回復してるしね、若干ね。そうなんですよ。はい、次の写真行ってみましょう。はい、どん。あ、これ出ました。春の G1 記念ミッション第2弾で、8分の4です。はい。宝塚記念ですから、まあ、これしかあれしてないんですけど、で宝塚記念の特徴としては、今までとちょっと違うなと思うのは、例えば、なんか安田記念だったら、なんかこのレースを勝たなきゃいけないとか、なんかその、なんだ、それぞれの皐月賞とか桜花賞とかっていう、なんか何のレースを勝てばそのノルマが達成するよみたいな限定ミッションだったんだけど、宝塚記念に関してはもうほんとシンプルで、ファンを何人集めるとか。あ、そういうところがノルマなんだよな。まあ、さっきの原子さんも言ってましたえ、けど、宝塚ってそういうね、そう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 。ファン投票が大事ってらしいし。なんですよ。はい。あれ、馬娘のさ、画像ってこれで終わりだっけ？あ、終わりだって。あら。はい。ちょっと待ってね。で、まあ、画像ないんですけど、さっきも言った通り、ナイス姉ちゃんと、マチカネ福来たるものすごく、いまだに手こずってて、で、ま、ずっとマチカネ福来たるを私育ててたんですよ。で育ててたんですけど、あ、私はラムゼさんの手綱さんにお世話になってます。手綱さんってあれか、なんだっけ、お出かけ？そう、チャーチャラチャーチャラ、引いた時にこうドア開けてくれる人です。いや、あ、お出かけはあれか、そっちじゃないか。いや、お出かけですよ、手ま綱ず。さんのお出かけのスキルってなんだっけ？え、回復？そうそうそう、回復。ああ、なるほど。なんと。あ、夜明けさんに手抜き大事って書いて、その通り、すべてにおいては手抜きがすべてです。はい、ありがとうございます。そうか、ラムゼさんのってことは、なんだ、チームテラコ K-POP の中で、フレンド側のフレンドをがってつながったと。あれ、結構、K-POP って言いながらも、チームテラコのところは結構ポーカープレイヤーめっちゃ多いっす。ラムセイさんの手綱って50じゃないよね、確か。35とか40とかだった気がする。あ、そうなんだ。なるほど。なるほど。なんかお気に入りのサポートカードとかある？お気に入りのサポートカード、今までは星雲スカイのレベル30を使ってたんですけど、星雲スカイを持っちゃったので、星雲スカイには星雲スカイが使えない。まあ、そうだね。あります？なんかこういう、自分はこうしてるとか。いや、サポートカードが弱すぎてどうしようもない。一応馬の種類は結構揃いましたよ。ずっとひたすら馬引いてますからね。ピックアップかしら。だからあれだけ弾けるのか。なるほどな。そうか。いや、でも、まあ、次は私は絶対にサポートカード引く。サポートカードだって別にダブって、また鉄鉄に変えちゃえば。まあ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 。あれもエグいなと思うけどね、鉄鉄に変えるっていうのは。そうするとなんか SSR とか引けたりとかするんで、まあ一応、なんか、ワンチャンね。これいらないやったら徹底追加でいいんじゃないですか。大体そうだよね。ただなんか私はやっぱりそのムーンライトショーとかでマニーとかを稼ぐようにするんだけど、なんかスミさんとかに話聞くと、なんかサポなんだっけサポートポイント欲しいってずっと言ってて、そんなサポートポイント使わないよねって。だってなんかね、育成失敗した馬はさ、すぐ移籍すればさ、なんかサポートポイント230ぐらいもらえるじゃない。いや、まあ、それはすごいやり込んでる人の発想ですよね。いや、だけど途中で気づいたんだけど、実はそのサポートカードをそこ全部レベルアップで底上げするとめっちゃサポートポイント使うんですよ。あ、で、なんかほら、ある程度上げつつ、ほら、なんていうの、馬たちを上げ続けたじゃないですか。なんか覚醒させたりとかさ、して、で、なんかある程度上がると、その、まあ、今度その知らなくて、ここ、あ、そっか、ほら、よくおまけでつくピースとかあるじゃない。あのピースもさ、クローバーに変えられるっていうのを、最近まで実は知らなくて、これなんか、でもこのピースだってさ、とか言って、とりあえずレベル覚醒するのに必要なんだよなと思いながら、でもこの馬持ってないし、全部捨てちゃえみたいなな感るじほど。で、ピース一回一掃して、まあ、なんかちょっと欲しいアイテムっていうか、目覚まし時計もらったりとかしてんだけど、いや、まあ、そうね。だから、使い方がよく分かってないことが結構多いからさ、その使い方をそのマスターしたいよねっていう部分は、馬娘の中にはある。あ、SR スイープ投手、完全にお世話になって、スイープ、あれ、スイープ投手ってあれか、スイープ投手だから、SR、あ、
スイープ投書でも私も持ってるな。ほう。うん。あれいくつだったかな。でも私、誰かそのあのスイープ投書私レベル35なんだよね。だからサポートには入れてないんだけど、うんうん、でも私のなんかそのデックの中にはスイープ投書はもうマストで入ってる。ほう。必ずなんかラッキーセブンとか。あのいたずらとか言って、うん、あのなんだあの藤木跡にいたずらするとか、ね、大体、うん、あの大体決まってるわけ、うん、だからあの野菜は食べた方がいいとかさ面白いイベントね。うん、やっぱ福林が言うにはラムゼンさんの手綱さんはレベル50だと。ああ50だった、うん、あ石川さんが育成サボってたって。いや育成サボったらまたまたほらまたやればいいじゃないですか、うん、石川さんもあの私個人的にあのね今週宝塚だからちょっと今の話もしたいなと思います。いや違うのよ、あの原子くんはさっき話聞いてた時にやっぱりあの世代が違うから、うん、あのまあディープインパクトも見てたけど、うん、割と最近じゃない、うんうんうん、でも多分石川くんに関してはあのこの間話をなんか聞いてると割とその近いところで見てる。だからそのブランクなんだけど、そのあまあ、早秀とかそうですけどね、うん、はい、あのブライアントタイム3区とかサンデーサイレンス3区とかですね、うん、そういうところ の, あの話ができるっていうのはちょっと私の中で貴重かなと、うんうん、まあ、それは置いといてね、マウマ娘の話に戻しますけれども、うん、とにかくそのナイス姉ちゃんと待ちかね福井からのなんか育成は難しい、うんうん、で先週はさほらあのなんだっけグラスワンダーの話してたじゃない、うんうん、であの後ねあのグラスワンダー A がねひょいって出るんだよ、おおと思ってだんだん楽しくなってきて、確かにだからそのグラスワンダーぐらいからその差しとか、うんうんうん、であのゴルシから追い込みとかっていう今までの先行ばっかりと、ね、その育ててた気持ちを、うん、そっかまあねその囲まれたらねいや力ずくで前に行けばいいんだみたいな、うんうん、考え方で差しとか追い込みとかっていう馬を最近は頑張ってそのスキル取ったりとかして、うんうんうん、まあ、育てるようにはなってるんですよ。いや元の素質本当にね差しとか追い込み少ないですからね、うん、僕が引いてる馬がそうかもしれないけど先行逃げですよ、ほぼほぼ先行スカイ逃げ、うん、まあ、前のトップガン持ってるんだっけ、うん、もうあるけど前のトップガンも逃げ、うん、だとなんだろう、あれなんだっけあなたが使ってそのサイレンスズカも逃げか、うん、あなるほど、うん、であれもマルゼンスキーも逃げでしょ、そうそうそう、でダイバスカレットも逃げ、うん、逃げはね楽だよね、うん、あまあ桜爆心は、まあ、言うまでもないけど、まあ、桜爆心は違いますけど、うん、逃げだな、うん、そうそうそう、でも逃げは楽だよね。私はやっぱりその前のトップガンをしばらくあの推しにしてたんで、うん、もうずっと逃げ続けましたけど、うん、なんかあのほらブライダルの時のさあの前のトップガン引いて、うん、あれなんか様子が違うぞっていう、うん、ふうに思ってたわけです、あの、うん、あのウェディングドレスのさ前のトップガン引いてさ、うん、であのでよくよく見たらあのウェディングの姿 の, その前のトップガン の, そのデフォルトが逃げじゃなくて先行だったんだよ、うん、だからかってなんか違和感しかないと思ってたら、うん、なんかそのキャラクターで若干違う、だから、うん、ワンクッション置いてピッピッって、うん、先行から逃げ先行から逃げみたいな、うん、なんか差しから先行とかなんかそういうワンクッションをその動かすっていうことができるかどうかっていうのは結構ポイントだよね、うん、だからやっぱどれだけやっぱスキルを使えるかっていうところがあると思うからさ、うん、うん、でもまあそうだな、でもとにかく今はナイスネイチャーをひたすら育ててる、うん、はあなんかもうここ2日間ぐらいナイスネイチャーしか見てないすごい、いやそれなんでかっていうとずっと待ちかね福来たるをなんだっけなあの育ててたんだよ、うん、だけどあの全然そのなんだあの B プラスの壁が越えられないから、うん、で待ちかね福来たるのなんかそのまあちょっと出来損ないみたいなのが B ぐらいで終わっちゃったのがいるんだ、あるアニメかなんか挫折して B かなんかあった時に、うん、なんかねスタミナがね、うん、スタミナだったかパワーだったか忘れたけど、うん、その星さんになったから一回ちょっとこれをやめようと、なるほど、うん、こいつを使って別の馬を馬娘を育成しようと思って、うん、今ナイス姉ちゃんに来てるわけだな、うん、でなんかあのやっぱり何度やってもナイス姉ちゃんダメだから、さっきちょっとそのずっとそのサルさん の, そのスーパークリークのスタミナ使ってたんだけど、うん、まあ、スタミナはちょっと減らそうって思って、うん、今あのなんだパワーをちょっと厚めに自分のカードを厚めにして、うん、であの自分の中であのなんだあのちょっとあのあ雨降ってるマンハッタンカフェだったかな、うん、なんかちょっと暗い感じのねマンハッタンカフェですね、そう私がサポートカードでいつもあの、うん、45であのマックスでやってるんだけど、うん、あれを使ってでスピードはそのスイープ投書と、うん、あとあの
なんだもう一つのそのフレンドのキサザンブラックを使うようにしてガンガン上げるようにしてるんだけど、だからパワーとそのストップスピードを連動して上げていくっていうのは結構効率がいいんだよな。確かに。だからやっぱりねスタミナの上げ方ってすごい難しいよ。中長距離はでもその辺ですよね、スタミナスピード。だからまあとにかくそのスタミナは長距離だからスタミナ、だからパワーで乗り切れるのってやっぱなんかやっぱなんていうの、後ろから行く時とかさ、やっぱそういう時だよね、パワーが必要なのって、だからスピードはもうとにかく前で逃げる時はもうスピード勝負だったけどっていうところだと思うんだけど、だからそういうなんか特徴づいて、まああのまあ、こっそりアンチョコ見たりとかして、本当はなんか自力でやりたかったんだけど、いやでもなんかあの課金しないで無課金でチャレンジするってことはある程度の知識教養がないと、あのうんちくもそうなんだけど、あの多分これあのとてもじゃないけど追いつかないよねって、まずは100日やったけど、っていうところだよね。あとねあの石川さんがね菱アマゾンが引きたい、あの、そうだよね、もう今回のね新しいキャラね、リアルは中田で奇襲だったなツインターボの印象が強いかもだけど、マンハッタンカフェお世話になりますって扱っていただいてありがとうございます、はい、マンハッタンカフェ使っていただいてありがとうございます。ちなみに中田定時ね、なんだっけ中田定時あれなんだ、なんかねすごいありゃまこりゃまっていうね、田原正樹原作のね漫画があるんですよ、でしかも書いてるのが土田正樹っていうあの編集長とか書いてるんですけど、なんかそのあれなんですよね、なんか中田紀州のことなんか拝み倒してとかね、そういうところで、ね、確か書いてた気がするんだよな、懐かしいな中田定時ね、そうなんですよ、あの昔のことは記憶にあるっていう、なんか本当になんかボケ老人みたいな感じなんですけど、最近のことはわからないみたいな、いや本当に記憶が灯ってますね。まあ皆さんどうですか、その馬娘ちゃんとやれてますかっていうところではありますけど、まあ、あのちゃんとみんなやってんだね、えらい、まあ、新キャラ引くとっていう感じでね、まあ、僕のセーブスカイもそうですけど、まあもうね新キャラ引くの諦めた、でなんか壁なんだよ、やっぱ25人の馬娘をなんかなんていうの育てるっていうのが、24人で止まっちゃってるわけだ今な、あのある意味なんかストックっていうんですか、全然ダメみたいな話で、そうなんですよ、まあ、しょうがないなと思いながら、我慢してこうねピックアップガチャをちょっと一回お休みしようと思って、サポートガチャに、まあ、予告してなんかね、あの朝寝ぼけてピックアップ引いちゃいそうだけど、確かに習慣って恐ろしいですね怖いよね本当に。だからまあ、 あのとにかくそのこの1週間でナイスネイチャーとそのなんだマチカネフキタルをなんとか A にしたいなと思うけど、とにかく難しい、やっぱあの上がっていかないよねっていうか、このあとね なんだっけな、そのどの間だろう、ちょっと一回見てみよう、なんかどの間をなんだそのなんだ あれにしようかっていうのは、まあ、ちょっと迷ってるんだな、今なんか私あの見ようと思ったらですね、なんと URA ファイナルズ準決勝っていうなんかとこ出て、あナイスネイチャーで初めて S が出た、さて問題です、私が今 S にしたスキルはスキルっていうか、そのあれは何でしょ う、さっきの話で言うとパワーとか、あそうパワー、そうあれみたい なんか今 S になった、これもしかしたらこれ A いけるかもしれないね俺ね、いやでもねダメだ、さっきあの後ろ2つが E だったから多分ダメです、多分ダメだ、ダメなんだなこれな、でもなんか取れるスキルがねえよっていう、結局差しでやってるじゃない、であのなんかダメです、しょうがないな、これちょっととりあえずちょっと走らせてお茶に干そうかなと思ってるんですけど、本当番組やりながら馬娘をこうリアルにやるってどうよって話なんですけど、まあね、あのちょっと、まあ、頑張ってますってこといいんじゃないですか、ダメでしょコメント拾えよって話ちょっとリロードしようピッて、あよかった来てた来てない来てない、そうちょっと今裏でぐるぐるって回してますけど、はい、でも菱アマゾン欲しいですか、私でもちょっと前の馬でいいから、なんかあのできればですね、皇帝ルドルフ会長様か成田ブライアンが欲しいですね、個人的には、あのあとね、なんかみんながライスシャワーを育てて泣いてるから、私もちょっと泣きたいなって思ってますライスシャワー物語、
いや、本当に涙なくして語れないよね、あの馬に関してはね。本当にかわいそうよ。まあ、こう、あれね、今週が、なんだ、宝塚記念で、やっぱりその、ライスの話は多分思い出しちゃうんだろうな、と思うんだけどさ。まあ、そんな感じなんでね、とりあえず、まあ、レジェンドレースもこれから続きますし、また引き続き、馬をね、馬娘を育てていきたいと思いますんで、まあ、その結果は、来週に皆さん、また報告します。全然変わってないかもしれないけど。でも、なんかの馬ぐらいは、ちょっと成長させたいなと思っているので、まあ、その時にまたお知らせしようと思っていしまます。せん、引きました。にはならないか。まあ、引かないっつってだっもて、サね。ポート会社やるって言ってるのに。いや、なんかね、またその、なんかね、その、宝石とかジェルとかを、その、ジムだっけ？を、なんかその、ドカンって入れてくれれば、あるのかなと思うんだけど、まあ、きついだろうな一回どっちか回すって感じぐらいだもんね。まあ、とりあえず、サポートに充実させます。はい。で、まあ、強い馬育てたいなと思ってますんで、はい。また、別に番組じゃなくてもですね、寺子個人に馬娘の話をしていただくと、若干喜ぶんで、はい。LINE でも、Twitter のね、なんていうのかな、メッセージでも何でもいいんで、よかったら馬娘トークしたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。ということで、馬娘終わり。ね、馬娘だけど30分近く話しちゃった。どうしよう。バランス上いいんじゃないですか。ね、50分番組の30分ですか。いや、だってポーカーの話よ、後半。あ、ちなみに福林がね、東海帝王とメリットマックイーンが欲しいです。マックイーンは私も欲しい。東海帝王持ってるからいいや。まあいいや。はい、じゃあ、すいません。いっぱいあります。写真だけは。でも、駆け足で行きたいと思います。どうぞ。はい。まずこれ、どこだと思います？どこだろう。まあ、書いで、てありますね。書いてあります。はい。ネオパラハ。最寄り駅は新宿御苑か新宿三丁目。まあ、若干新宿御苑の方が近いです。通常は本当なんか夜中に開けるような場所らしいんですけど、まあ、今緊急事態宣言、まあ、行った時にですね、時短営業モードだったんで、まあ、昼間夕方やってて8時に閉まるよという内容で、ネオパラハってどんなとこかなって言ってきたっていうのが、まあ、先週のちょうど月曜日だったのかなっていう。で、見ていただくと、はい、こんな感じで。はい、なんとですね、一択だけでした。で、私のですね、このラスカルの右隣にディーラーがいるんですけど、誰でしょうって知らないまあ、よ。まあ、私は大体想像つきますまあ、未来ちゃんがいたんですけどね。はい、次行きましょう。はい。で、まあ、こんな感じで、やってまして、まあ、エスペディやってまして、はい、次どうぞっていう感じで。これ可愛くない？インスタ映え。つまり、ありがとう。まあ、あれですね、パラハだからカウンターがあるんですね。これは一体型になってます。で、いや、可愛いなと思っていて、だからその、なんだ、ポーカーテーブル1台とバーカウンターがあるっていう状況ですと。で、なんか聞いたんですけど、このネオマラハは、深夜営業になったらオネエが来るそうです。私聞いてたんですよ。新宿2丁目だから、やっぱりそういう方だよねって言ったら、いやーっつって、行く人は、いや、普通のポカスポットでしたよって言われて、いや、おかしい。絶対そんなことはないって言ったら、で、たまたまオーナーがいたんで話を聞いたら、まあ、深夜帯になったら、ちょっとおねえ投入するんで、なるほど。って言ってたんで、また行こうかなと思ってます。はい、次行きましょう。はい、どうも。あ、これはなんだっけ。あ、これ未来ちゃんだな。はい、次行きます。で、これは実はですね、6月15日、先週の火曜日なんですけど、新橋ハサウェイが、リニューアルオープン1周年だったんですよ。それで、来たお客様にこれを配りました。はい、いつも通りなんですけど、はい、次、ね、こんな感じで内す職ごしい。まして 、まあ、これ実はですね、最初、割と共同作業で、トムさんが、この状態までしてくれたんですよ。で、この後の状態を、なんと仕上げをヒシランの2人がやりました。必死だ。この間の話の続きはここに来るわ けだそう、ね。ヒシランがうちに泊まりに来たんですよ、実は。だから、必死あのランが時必死は、ランで。そう、必死になって2人とも内職チコチコやって、実はボール弁作ってくれたんですよ。ありがとうございます。本当に。素晴らしい。止めていただいてありがとうございます。何かできることありませんから、ここにありますって言って。すごい。すみません、私ね、お先に寝かせていただきます。必死らん、ごめんな、本当に。やってもらいました。ありがとうございます。はい、でもね、次。必死欄もポーカー部に入るでしょ。
あの、ライマ君は入るって言いましたね。はい。なんで、ぜひ、あの、ひしらも、ぜひね。なんか今度、あの、鹿児島の焼酎を持ってきてくれるという、うん。あ、すごいな。私も頑張って、ちょっと、肝臓を鍛えたら、はい、鍛えた方がいいなって思ってます。はい。じゃあ、次の写真。はい、で、これ、あの、6月15日がですね、一粒万倍日と、あの、天赦日と、あの、なんていうの、あの、なんだ、重なった日。うん、でめっちゃ、なんか、おめでたい日なんだって。うん。うん、そう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 。すごいなと思って、で、あの、それが分かる写真がこれしかなかった。なるほど。ね、で、はい、次行きましょう。で、こんな感じなんですけど、うん、朝10時に開けて、うん、もうすぐ2択埋まって、ね、ウェイティングな状態になりました、はいはい、で2回だけトーナメントやったんです、うん、朝は10時から、うん、夕方は4時から16時からやって、うん、両方ともウェイティング、うん、朝は48円取り、昼は45円、あ、夕方は45円取り、うん、だからどっちもだから満員御礼なんですよ。2テーブルで40ホニャララエントリーはすごいですね。ありえない、ね、全然ありえない、はい、でも本当にウェディング出ちゃったんで、うん、私、あの、居場所がなかったんで、はい、そうなんですよ、近くのベローチェでずっとお茶してました、うん、ひたすらお茶してて、うん、まあ、あの、これ、あの、ジェニキと、あの、デラコと3人でたまたま撮ったんですけど、うんうん、いや、もう本当に、あの、なんていうの、そのハサミ密になるとやばいって言って、うん、私ちょっと避難して、うんうんうん、だからそのウェイティングで待っているお客様か、うん、飛んでしまった方とベローチェでひたすらお茶をしていた、はいはい、だから、ね、この日はね、たくさんなんか飲み物飲んで、うん、トイレがめっちゃ近かったなっていう、まあ、そんな話です。はい、次行きましょう。で、あの、ありがたいことで、あの、これ、あの、週末ポーカー部っていう、うん、あの、WPC っていう略、ウィークエンドポーカーあのクラブなんですけど、はい、の皆さんからお花をいただいて、ありがとうございました、はい、ね、で、あの、次なんですけど、これは、これ、あの、なんと池袋ベガスのオーナー様なんですけど、はい、なんと ベガスのオーナー様がですね、お野菜をくださったんですよ。あ、それでトウモロコシを、そう、トウモロコシをわざわざ、しかも、あの、トマトは新鮮なトマトで、トウモロコシはなんと茹でてきたんですよ、はい、うん、で、あの、本当に、あ、なんていうのかな、糖度っていうか、高いっていうか、はいはい、すんごい甘くて美味しいの、うん、で、本当に美味しかったんだけど、うん、なんせ量が多いから、うん、あの、食べきれなかった分は今冷凍庫に入ってます、うん、ラップにくるんでね、うん、いや、でもなんかちょっとずつ食べようかなと思ってるんで楽しみです、うん、はい、ありがとうございます。で、次、で、これ、あの、りんちゃんって、はい、まあ、先日、あの、まあ、リオさんもいたと思うんですけど、新橋ハサウェイで、あの、YouTuber として活躍して、うん、まあ、その YouTuber として活躍していて、ハサウェイに来てくれて、あの、なんていうの、YouTube の動画アップしたっていうところで、うん、あの、まあ、お祝いに駆けつけてくださって、こちらもお花をいただいて、はい、まあ、結構大きいね、この高価なお花だと思うんですけど、うん、あれ、これ、実はりんちゃんの、あの、なんだっけな、あの、アップした、あの、サイトからこれパクってきた写真なんですけ ど、はい、どあれ、なんか、あの、この写真って、テラ、顔が細いぞみたいな、顔が細いっていうか、なんか目が怖いですね。あ、そうですね、失礼しました、はい、そうですね、はい、ごめんなさい、まあ、まあ、それでちょっと、あの、なんていうかな、なんか加工でもしてんのかなと思いながらずっと見てたんですけど、うん、りんちゃんからお花をいただきました、ありがとうございます。他の方にもね、本当にいろいろ差し入れいただいて、まあ、あの、ガイア君からお菓子いただいたりとか、あとビビさんからね、あの、なんかスタバだったかなのチケットかなんかをいただいて、うん、バウンティー用にっていうことでね、いただいたりとか、すごい本当にいろんな方からいろんなものいただいて、で、お祝いの言葉もたくさんいただきましたし、はい、はい、本当にそういう感じでですね、はい、なんていうか、新橋ハサウェイ、いい日に、はい、本当にいい日に1周年を迎えることができたなっていう思いがありましたね、はい、で、本当にありがとうございます。で、これから6月15日の話です。はい、次、あ、これね、これ、結果です。ヤマトさんが優勝してアップルウォッチ取ったで、はい、隣の楓ちゃんもこれね、本当に申し訳ないなと思ったのが、うん、あの、8時で閉店なんで、うんうんうん、もう終わってんですよ、うんうんうん、だから最後オールインシュートアウトで終わらせたっていう、まあまあまあ、でもしょうがないですね。楓ちゃんがね、私もアップルウォッチ欲しいって言ったんであげました、うんうんうん、はい、で、まあ、たまたま、なんか肩で頑張って買ってリマ君が3位になったんですけど、うん、いやー、でもやられたのはね、リマ君、私リマ君の下茶に座っててリマ君がオールインって言われて、うん、えっはって言って、うん、オールインとか言って、うん、ねえ、あの、ね、なんか私ナインズだったんだけど、うん、ってすごいちょっと悩んで、うん、なんかね、もう降りてくださいって目で見てるわけ、うん、
じゃいいよとか言って降りたらさ、うん、なんかあの八名君が寺子さんありがとう降りてくれて27でしたって言っていやーちょっとどういうことって言ったら、あのその時にディーラーしてる水野君が、うん、あののマイハンドが27だったからいきなり出すっていう話で、ちょっとやめてそういうことするのみたいな。もうまあまあでもまあ いいかっていう、もう私大人だなと思って大人だとしたよっていう、そういう話で褒めてください、うん、何でもないです。やっぱね、そのやっぱなんていうの、ポーカー盛り上げてなんぼだからね。あ、確かに、うん、まあそういう感じです。はい、次の写真出ます。あ、これほら噂のルーズ見てきたと、はいはい、あのほら世界の横沢ってね、動画で、ね、あの有名なあの YouTube で有名な横沢さんのお店でも行ってきたんですよ、はい、これいやなんかすごかったですよ。はい、次の写真行きましょう。これなんかめちゃくちゃ広いお店なんですよね。めちゃくちゃってほど広くないけど、うん、まあまあ、次開けていただくと、エレベーターで3階に上がっていただくとですね、うん、いいんですね。で、あ、次の写真どうぞ。で、これ見たときに、あれパラレース、なんかその、カジノ、その、はい、ウォーカーヒルのパラレースカジノっぽいなって、確かに、まあ、ちょっと若干思ったりとかするんですけど、ね、はい。トランプモチーフのオブジェがある、ね、うん、はい。まあ、行きましたけど、はい。スクリーンもついに行きましたねって、まあ、余裕で行きましたって感じなんですけど、あの、なんか、ね、そのまあ、たまたま行けました。はい、で次の写真だとこんな感じですね。フューチャーテーブルが結構あのみんなここを目指して、はい、なんかそのトーナメント参加するっていうイメージだったんですかね、うん、結局私あのちょっといろいろあってそこまでは行けなかったんですけど、うん、まあ、ライトとあとカメラがついてるのかな、この上かな、うん、あんまり詳しいことは分かんないですけど、うんうん、こんな感じです。はい、次で、まあ、こんな感じでそのなんていうかモニターもぶら下がってまして、あ、なんか海外のあれですね、やっぱりこう、そうなんですよ、うん、会場っぽい雰囲気を出してますね。そうなんですね、若干その海外の、うん、なんかそのカジノルームとかを、うん、まあ、意識してるのかなぐらいの、うん、うん、寺子さん今度連れて行ってください。嫌です。嫌です。ルーツはいい、あの自力で行ってください。はい、あのそんなになんていうかな、そのルーツってやっぱなんていうかな、アプリを登録しなきゃいけなくって、うん、でかつそのアプリで決済をしなきゃいけないんだけ ど、うん、クレジットカードを その個々のプレイヤーが登録しなきゃいけないっていうシステム。なるほどね、取りまくれないようにってことかな、うん、いや、はい、だから恐ろしいんですよ。だから例えばじゃあ連れの分も払いますねっていうと、うん、いきなりそのクレジットカードを個々であの登録していただかないと現金払いになります、うん、はみたいな感じで、うん、なんかそういうのがあったりとかするんで、うん、ちょっとなんかあのシステム的に微妙だなと思って、うん、あの別に福人が嫌だとかそういうことじゃなくてシステム的にかなり微妙なんで、うん、あのちょっと ルーツに関しては、うん、なんかその連れてくとかっていうのは厳しいかなっていうのが感想です。でしかも今そのルーツって結構そのトラブルに見舞われていて、うん、そのまさかのクレジットカードが使えなくなるっていう、うんうんうん、あのトラブルに見舞われるんですね、うん、それもその横澤さんのそのツイッターの発言を見て、うん、あのなんかあーって思ったのはその、うん、なんか要はカジノと勘違いされて、うん、カードが停止っていうかそのなんか規約に違反してるというふうに見なされたのか、うん、そのカード決済ができなくなったから、はい、あのなんていうのかな、予約もできなくなったって言って、うんうんうん、今なんか結構あの混乱をきたしている状態なんですよね。だから、まあ、予約したくてもできないんですよ、うんうん、そこら辺はカード会社と話を詰めてなかったんですかね。よくわかんない、うん、だからあのどうなんだろう。いや全然ね、別にアミューズメントポーカーだったら規約違反ではないと思いますけど、だって普通にだってあのアディクトとかでやったら3万ぐらいあのカード切ってブラックジャックやったりとか知ってましたけど、なんかあったんじゃないですかね。悪質の垂れ込みとかですかね。うん、やっぱいろいろやっぱね、有名人は大変なんですよねっていう話ですけど、うん、あ、次の写真出ます。ほらオレンジボタンでかいんですよ。うん、そうなんですよね。いやでかいなと思って見てましたけど、うん、そうなんですよ。とにかくでけっと思って、うん、まあこれデラコンチにあるあのボタンと変わんねえんじゃないかっていうぐらい大きいです。はい、次。で、まあこんな感じで、実はチップは集めてて、割となんか順調に増やしてたんですけど、うんうん、まあ、ちょっといろいろあって、うん、最後、オールイン、ジャックスでオールインしたら、エースジャックに来られてですね、うん、エベロで終わったという、うん、まあそんな感じだったんですよね。はい、すいませんでした。まあ、ルーツはこんなもんだったと思います。はい、はい、
まあ、福林の解説ね、横澤さん曰く絵画のポーカールームに負けない場所を作りたいという理由で作ったそうです。何テーブルぐらいあるんですか？何テーブルですか？10テーブルなかったと思うけど、8くらいかな。結構でかいですね。そこそこでかい。いや、確か、まあ、正確には数えてないけど、大体そんなもんだったかなっていうくらいのレベルです。はいはい。まあ、海外のポーカールームに負けない場所を作りたいという理由で作ったっていうけど、いやもう海外のポーカールームの比じゃないですよって感じで、海外のポーカールームはあんなもんじゃないですよ。やっぱりなんていうの、ロサンゼルスのコマースとか行けば、もうなんかここなんだとか言って、証券取引所かっていうぐらい、すんごい広いの、めっちゃ広いの、ポーカールームが。だから、ああいうのと比べると、まあ、申し訳ないけど、少しっす。いや、でもね、それしょうがなくて、やっぱりアメリカの場合は、ファンの層が、暑い。どういうこと？だからいっぱいいるってことですよ、ポカイの人は。日本と比べるまでもなく。まあそうですね。でもまあまあその。いやだってテレビでガンガンポーカー番組が流れてて、それを結構な人が見てるわけですよ。まあ私もアメリカ行くときは、チャンネルカチャカチャ回して、ポーカーの番組やってると、まあ、ついつい見ちゃいますね。だからやっぱりそのすごいなったのはアメリカっていう場所は本当すごいと思うのは、その、ポーカー番組がその4大スポーツのアイスホッケーより視聴率高いっていうんだよね、だそれがすごい。あとは驚くのがアメリカのテレビドラマあるじゃないですか、ポーカーのシーンが挟まったことが多いですよ。なんだっけ、なんかそのほら、なんだ、なんかドラマ見ました見ました、ポーカーの話は、イカ様の話とか結構見てますけど、映画とかもやっぱりよくね出てるし、出てくる、ラウンダーズとかさ、ね、シンシナティキッドとか、あとね、ラッキーユーとかさ、やっぱいろいろあるよね、オーシャンズとかね。日本の普通ドラマでポーカー出てくるかっていうと、まだそこまで行ってない。この間のオールインってやつでしょ、スーツのね、花丸大吉さんの、ね、オールインってやつですね。そうそう、あれはありましたけど、まあマカオに行ったっていう設定だったと思うんですけどね。まだ写真あります？まあこれはまあ飛んじゃったよっていうまあ話ですね。これはなんかその横さん そのポカグッズがここでも買えるよっていう。買えるんだ。買えます買えます買えます。はい、あれ在庫があれば買えるということなんですけど、はい、なんかとにかくまあそうですね、なんか行けば分かりますとしか言えないんですけど、でもすごくなんかプレイヤーさんも知り合いが多かったし、なんか取れないと言ってる割に、まあ、結構知ってるプレイヤーには会いました。だからスタッフの方もいましたし、知ってるスタッフがいたりして、ああどうもどうもって話はさせてもらいましたけど、まあ行ってきたというだけです。だからポーカーをすごい楽しみましたとかそういう感じでもなかったかな。まあ、でも今のお土産コーナーとかも確かに海外とかありますからね。まあ WPT っていうかさ、 APT 的なイメージだよね。そのなんかあとほらポーカースターズのさ、とこもそうだし、あとそうかメガスタックなんかもそんな感じか。そうですね。お土産なんかやっぱディオさんとかもさ、なんか海外とか行ってお土産買ってたもんね。わかりましたよ、私は。T シャツだか帽子だか忘れたけど、はい、ね。そうそうそういうイメージですかね。でこういうところでウォルフェーブルさんやったんじゃなかったでしたっけ？マニラね。はいはい。そうそうそう、なんか久しぶりに会ったって、それ何年前の話だった、そう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 、お土産物売り場で思い出すね、やっぱりオルフェーブルさんと出会いですね。なるほどね。はい、まあちょっと駆け足で行ったんですけど、多分隠し画像があるんで、ちょっとだけちょっとダークな話したいと思いますけど、いいですか皆さん。どうせね深夜だしみんな眠いからね、多分記憶にも残んないと思うんですけど、はい、この写真持ってきました。なんと、ダークってそっちに、そうなんですよ、これね、AJPC 娘っていうのが出たよっていうのが連絡が来て、なんすかこれとか言って、まさか私の偽物が現れたっていう、これ私じゃない、中の人私じゃないですからね、先に言っときますけど、でもびっくりしちゃって、なんか私の画像使われてると思って、でもよくよく拡大すると、拡大の絵とかもある？そう、これ、そう、写真じゃないっていうか、その、多分フォトショーで加工したんだよ、多分。なんか限りなく写真みたいな感じだけど、これなんか「えっ？」と思って「えっ？」って言っちゃったんだけど、でだからそのなんかいわゆる通報ツイッターのそのなんだ
ところに私はあの本人ですと、うん、成りすましが現れましたと言って、うん、なんかそういう報告したんですけど、うん、なんか結果的にはなんかこのあのファンとみなされるものなのであのなりなんていうかのアカウント停止までのその罰はあの与えませんってその、うんうん、その状況に関してはそっくりさん的にそうそうそうあのねそのね不服かもしれませんかって書いてあるわけですよ、うん、この結果に関してはって、うん、いや不服でしょっていう話でねえねえなんか周りがみんな納得しないっていう感じになったんですけどはい見てくださいこれ。あの こいつと一緒かなと思ったんですよ、でもこの左側の写真の人にこれはお前かって言ったら俺じゃねえよって言ってたんで、はい、あの多分2人ともあのなんか、ね、あの全力で通報しました。ありがとうございます。フリもありがとうございます。あの本当にそういうご意見ありがとうございます。本当に全力で通報で結果ですね何が起きたかっていうとこれですね。オチがこうです。はい、次の写真あもうないあないそうか。あの写真があらこの写真で終わっちゃったのが結局何が起きたかというとトップ画像が変わったというオチなんですね。でそれすごいなと思ってこれだみんながこうやって通報したので若干ビビったんじゃないかって、うん、まあいろいろ説はあると思うんですけど、うん、あの皆さんの本当皆さんのおかげで私の画像はとりあえずあの別の人の画像になったので、うん、まあね、一件落着っていうかそっくりさんだとあれですけどね。いやこれ誰かなっていう、うん、ありがとうございます。あの、ね、石川さんから遅くなりましたが1周年おめでとうございます、またお邪魔しますという温かいお言葉をいただきました。ありがとうございます。これあのハサウェイの話ですね。あのこのあの馬娘の話じゃなくてあのあ1周年は娘そうか AJPC 娘って名乗ってるからあれ馬娘から来てるのかないやわかりませんね。真相の闇の中なんですけど、私あの中の人が誰か未だにわからないので、うんうん、まあ、もし何か知ってる人がいたら、もしくはご本人でもいいんで名乗りに出ていただけたらのなんかちょっといろいろお話ししたいんでね、うん、でもこう偽アカウントの2人の関係を考えるとまあちょっと類推は聞くっちゃ聞きますけど、まあ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 あんまりそこを掘り下げてもしょうがないです、うんね、いや面白かったのはね、デラコがね俺が私が本物の偽物だってわけわかんないと言い出したんで偽物にしてもなりさえでした。もうすでに勘弁してください。あこれ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 、うんこれね変わったんですよ。はい、ということでですね、今日の番組はこちらの方でお開きにしたいと思います。今日はありがとうございました。来週最終回です。はい、おやすみなさい。